皆さんこんにちは、ナフィーです。今回なんですが、今回はヨルさんとユーリくんと原神をやっていきたいと思います。まずね、あのヨルさんのねキャラクターから見ていこうかなと思うんですけど、僕はね見ちゃいましたよ、うん、この右手に光るね、この輝きをね見えちゃいましたか。あのヨルさんの設定が終わるまでユーリくんの最初に見ていこうかなと思うんですけれども、どのキャラクターがいいかな。ライデンを育てているからな。お、ライデンユーリ、そういう女の人が好きなのユーリくんに朗報があるんですけれども、うん、実はこの原神というゲーム、通常であればキャラクターのね下を覗こうとすると透けるんですよ。でもある裏技を使うことによって下のねものが見えるんですよね。ユーリに何をしようとしているの大丈夫だよね。前回の動画ではユーリくんが大暴走して、それをヨルさんが止めようとしたんですが、逆に空回りしちゃって、僕含めてみんながカオスな状態になっていたんですけれども、本日の内容もなかなかに面白い内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。そして前回の動画の URL を概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは本編どうぞ。さあ行くぞ。ヨルさん。はい、何ですか。これ僕の見間違いじゃないですよね。いやん、おかしレベル 1? しかもさ、今さ、1001でちょうど1なの。ちょうどギリギリ1なの。これ狙った？マックスで。さすが姉さん。そう。そこまで考えてるんだね。なんかちょうどになってしまった。いつの間にか。実は、プレイヤースキルめっちゃ高くて、縛りプレイとかいらっしゃる。そうなんですよ。あ、すごいよ、姉さん。うん、そう。まあね、皆さんに見えてないだけですからね。うん。気持ちはレベル90。見えてないだけですから。はい、ああ。ですって、ユーリくん。カモフラージュですよ。見れないんですって。うん、ね、姉さん。何？本当に？ね、姉さん。レベル1です。しかもね、生物がないってことはさ、あの、原神界隈でいう、生物つけてないことを裸って言うんですよ。やっぱりそういうことなんですか。裸が好きなんですか。いやいやいや、違う、私はあの彩香ちゃん大好きなんで、あのずっと箱入り娘でそんな戦いに出すわけないじゃないですか。そうだから大事してますよ。大事。そう、大事。でも貫突はしっかりしてますね。貫突はしてます。はい、6人いますんで、7人そう。おいくらかかりました。でも実はそんなにかかってなくて、おい、多分9万円とかでゼロから行ったかもしれない。約450連ですかね。ね、いやほぼ釣り抜きなし。なんなら2枚抜きしてる。2枚抜きはしなかったけど、あ、でもなんかね、全部ディルックだったの、釣り抜けが。お全部ディルックだったの。姉さん、やっぱ僕のこと僕のことそんなに好きなの。そうみたい。嬉しい、姉さん。ちょっと血迷ってしまったみたい。そう、あ、ユーリーってなって途中で。そうなの。なるほどね。普段はどのキャラクター使ってんの？普段はあのクレイちゃんを使ってるんですけど、でもあの、うん、なんか生物厳選したらなぜかイェランにぴったりのしか作れなくて、なんか改正したけど100個したんですよ、あやかのために。攻撃しか出なかった、うん、なるほどね。攻撃力パーセントしか出なくて、メインが本当に。それが生物厳選なんでね、頑張っていきましょう。はい、ということで、じゃあね、本日やっていくのは、まあ僕の動画ではいつも通りなんですけれども、原始の日課、それと生物厳選、あと聖画でちょこっとやっていきたいなと思います。はーい、姉さんとデート。見えてないみたい。じゃあどうしようかな。まずデイリーやっていきましょうかね。そうですね。あ、私あのあやかちゃんを家に返してもいいですか。あー、はい、どうぞ。すみません、ちょっとキャラクター変更。うちの綾香、大事なんで。誰使います？どうしようかな。ディルクがいるので、うん、ベネットとクレちゃんっていけるかな。おお、そしたら僕どうしようかな。このキャラクターで行くんだったら、僕じゃあ、ヤエミコで行こうかな。ヤエミコ確か、なんか、いなかったっけな、スパイファミリーで。確かなんか、うんうんうん、僕と同じような名前だった気がするんだよな。何でしたっけ、名前。同じような名前。ですかね。なんかフィはい、フィアンセ、あ、違うか、違いますね。あ、フィオナだっけ。
こんな名前だった気がする。はいはいはい、そうですそうです。実は僕スパイファミリーに出てたんじゃない。そうですね、ポジティブで良いかと、良いかと。よし行きましょう、うん、はい行きましょう。じゃあデイリー行きましょうね。デイリー、モンドですかね、私のところ。お、ちょうどね、リルックさんの屋敷であるじゃないですか。お、あ、本当だ。やっぱりこれは運命だ。うん、これ僕からは見えないやつだ。あー、なるほどね。話しかけられます？話しかけますね。でもこれ掃除するやつかな。うん、掃除しろって言われました。掃除できるキャラクターが誰もいない。確かに多分火じゃ多分いけないよな。そうですね、風じゃないかな。風か水かな。じゃあやりますね。風じゃあカズハ君で、僕で一番奥行ってきますね。僕ははい、じゃあ放浪者君で。風キャラがいない。おっと、嘘でしょ。主人公、あー、よかったよかった。思ったけど、なんか放浪者って、うん、ユーリとなんか性格似てそうだよね。あ、確かに。そうかな、こんなにひねくれてるかな、ユーリ。僕はひねくれてない。姉さん一筋だよ、ね、そうよね、素直ないい子だと思いますけど。すいません、私からしたらね、の余計なこと余計なこと。うん、私の前では素直ないい子だから。あれ、どこここで、ここで、ここユーリくん、ある、ある、ここにある、ここにある、ここの草見える？あ、これか、これこれ。え、できない、風にしないと。あ、そうね、ニールを水ね。だって風元素キャラいるか。風元素キャラ、風ってそうか、配布にいない。え、主人公の属性って変えてる、ユーリ？ん、あの、ホタルか空。とりあえずできたっぽいな、多分。初期、あ、できた、できたできたできた、あ、よかったよかった。あ、ほんとだ。アパルさん持ってるんだ。持ってるよ、うん、よかった。やっぱり姉さんの方がいいな。これは私以外に無頓着なのね。おっぱいが小さいからってことですか。なんで、姉さんのしか興味ないよ。うんうん、見えてないのよね、すべてね。うんうん、さあ行きましょう。はい、じゃあ話しかけて。あ、でもまだ終わってないかも。まだ、うん、まだって書いてあるかも。どこでしょう。多分ね、幻想視覚使えば光るんじゃないかな、草が。なるほど、あったあったあった、ここあった。ゆうりくん、お姉さんにいいところ見せないと。え、頑張ってゆうり。姉さんに好かれないと。うん、もう好きだけどね。うん、いや、あー、素敵。姉さんは分かんない男と結婚したから。めっちゃすねるじゃん。ごめんね、いい人なのよ。でもいいやつなわけない。あ、無事終わりました。お、終わった、うん、じゃあ行きますか、次のところ。はい、キャラ戻そっかな。うん、ナフィオナに戻そうかな。ナフィオナ。ナフィオナ。ナフィオナ、おだけ違う。そうですね、次はどこだろう。女、あ、風流廃墟の方に向かっていくと一個ありますね。あの、ヨルさんは普段何をされてるんですか？そうですね、うん、なんだろう、これでもマジガチプライベートの話ですよね。あ、でも全然いいですよ。じゃないとちょっと言えないことが多いから。あ、はい、姉さんの言えないこと。ちょっとね、まあまあ、そう、いろいろちょっとお仕事で忙しいのよ。あー、なるほど。っていうかめっちゃ炎やん。任せて、頑張ってください。すごっ、火力すごっ。俺でもまだね、発展登場だから。あ、待って、ユーリに取られたんだけど。あー、ユーリすごい。すごいですよ、姉さん。すごい、かっこいいわ。削ったの僕なんだけどな。ユーリが倒してしまうなんて。あー、まあそういうことにしておきましょう。ん、僕が倒したんだ、姉さんのために。ありがとう。じゃあ次はマップの右の方のね、給湯中のところらへんにあります。はい、プライベートで何してるの、ヨルさんは。最近は結構、なんでしょうね、コスプレ撮影とかしているんですけど。お、ヨルさんのコスプレ。はい、めっちゃ興味あります。本当ですか。いや、でもそうですね、うん、練習もたくさんしてますよ。お、え、ちなみに、はい、僕リサさんってキャラクターが好きなんですけど。あ、リサさんしてないな。ディルクはしたことありますよ。え、ディルクしたことある。ありますよ。おっと、やってくれたの。やった、成人男性はディルクだけかも。嬉しいよ、姉さん。あの男やんなくていいからね。うん、
あ、でも今この場にいる3人は全員やったことありますね。おー、クレイちゃん、ヤエミコ、ディルク。じゃあ後でそのヤエミコの写真もらおうかな、はい、欲しいな、ヤエミコの写真。あ、本当ですか。全部素材あげますよ。やった。うん、載せてもらって動画に。全然。さあ、行くぞ。じゃああれですか、PC のサムネイルにしてもいいですか。あ、そう、全然どうぞどうぞ、お使ってください。やったー。だって次が下の方かな。じゃあゆうりくんもね、サムネイルにしてもらって。サムネイルに。そうだね、姉さんの画像をたくさん使いたいな。恥ずかしい、恥ずかしい。何に使うのかな、それは。何に使うとかないでしょ。いろんなこと、いろんなこと、いろんなこととかある。それはね、まあ男じゃない、ちょっとわかんないよね、そこはね。あ、そうなんだ、うん、私にわかりえない領域があるんですね。ナッフィーというやつに姉さんの画像を渡すなんて許せないな。まあまあ仲良くしましょうよ、男同士。姉さんの前に現れる男は僕だけでいい。いつも言ってるわね、それ。